はいどうもミキトです。ピラミッドの探索にレッツゴー。さあこういうホラーな場所嫌いなミキト君ですが、頼みますよ、ホラーの演出はやめてくださいよ。何？おお、魔物の頂点に立つ竜王様こそ我々が崇めるこの世界の神なのだ。え、みんなどうしたの？嘘。うお、うお、びっくりした。あんた誰だよ。うえ！今火吹いた？この人何？この人たち何？火を吹く石像の前に立つなんて恐れ多いこと。そんなことをすれば裁きの炎に焼かれるでしょう。焼かれかけた。話しかけても反応がない。無心で祈りを捧げているんだ。こいつらどうしまったんだよ。こっち見てんじゃん。この火を吹く像に祈るからこそ僕たちはこんな砂漠でも生きていけるんだ。人間の時代はもう終わりだ。さああんたも火を吹く石像の祈りを捧げな。ああなんて神々しい神々しい石像でしょう。間違っても持ち帰ろうなどと思ってはなりません。俺どうしたらいいの。おお怖っ。じゃあすまない、壊させてもらう。我らの祈りを妨げると人間の勇者はするぞ。くそ、こうなると思ってたんだよ。だからお前のさん許さないかな。頼むってやめてくれ。怖いんだよあんたらさ、ほんとさ人間じゃねかったじゃねえかよ。しかも腹も減ってきたぞ。魔物の気配が消えた。魔物そこにいるけどね。うわー待って、これもう帰るでいいでしょ。帰るでいいでしょ。俺キメラの翼でルーラー使って帰るよ。帰るよ。なんか嫌な予感がする。あーあの人たち、あの人たち怖かった。もうだからそういうホラー演出いらないっつってんのに。考えますね。お前さんずっとここに立ってんの。じゃあとにかく寝ます。ホラー演出はちょっとマジで勘弁なんですよね。あの BO2 とかそういうゲームしててもあの後ろからナイフでブシュってやられてうわーってなりますから勘弁なんですけど。おいロロンドのおっさん、はい、おお素晴らしいぞミヒト、火を吹く石像を運んできてくれたのだな。これさえあればメルキド6に書かれた鋼の守りが作れるだろう。ん？そんな凄そうなものを使って平気なのかだと。ミヒトよ、我が輩もロシア雪の兵から聞いたぞ。町を発展させれば巨大なる魔物によって町が滅ぼされるという話であろう。お主はまさかこんな話を真に受けているのではあるまいな。心配するな。お主のものづくりの力と我が輩の頭脳、そしてメルキド6があればメルキドを復活させこの地域支配する魔物の親玉にも、ま、倒すかと、ん？魔物の 親玉を倒すことも夢ではあるまい。我が輩に全て任せておけ。クワワハハクワハハごへっけよ。心配だわ。はい作りました。ちょっとビリンの言うこと無視してるけど怖くていけねえ。腹減りまくった。タイマー置いてんじゃねえ。焼きキノコも美味しいもんだ。あー美味しい。鎧の置物とかいらないしな。まあ戦いますか。火を吹く石像置いといた方が良くない。ミヒトよ、どうやらまとも魔物たちがこの町に攻め入ろうとしているようだ。
まったく懲りぬやつらだな。我らの防壁で新しい武器で立ち向かおうぞ。さあミキと戦いの準備は良いか。思ったけど石像置かなくていいの。石像置いた方がいいと思うんだけど。鎧の騎士ここ両端に置いとくか。資料、資料の騎士は本当です。壊れちゃったよ。さあ、ここに置いとくぞ。よし、いい調子だ。魔物の軍団を倒した。鎧の騎士2体も。あ、やばい、大暴力。あー、くそ、これはまずい。ちょ、こっち来るの回復してんだよ。燃やすんじゃねえよ。殴り殺しちゃった。おーさせる。あんたは嫌いだ。回復させてくれ。よーし、味方のこの3人の方が防御力っていうか体力多いってどういうことだ。竜王軍団の隊長、薬草か。薬草落としたね。こいつは大丈夫か。いやー、回転切り、そんなに効いてねー。いけ、よし、倒した。すべてのモンスターを倒した。バトルコンプリート。命の木の実を手に入れた。頑張ったよ。命の木の実をもぐごごごっくん。さて、どうする。お前さん、なんだい。どうも海人、最近は敵の攻撃がかなり激しい気がしないか。襲ってくる魔物も今まで以上に強力だ。本格的に竜王軍に目をつけられたみたいだね。僕はね海人、これ以上魔物たちに好き勝手させないようにより強い武器を持って魔物たちに対抗していくべきだと思うんだ。そこでだ、君に武器を収納できる部屋を作ってもらいたい。衣装部屋に鎧の置物と剣の壁掛けがあれば武器庫になるはずだ。頼むよミヒト、今ある衣装部屋を武器を整えられる武器庫に改装してくれ。それくらい簡単だわ。多分すぐ作れるよ。剣の壁掛けは作れないのか。銅のインゴット、銅のインゴットはすぐに作れるな。さてと、銅のインゴットを作ったんでね。さあ作っていこうか。剣の壁掛けと鎧の着物。オッケー。この2つをあそこに置けばいいな。じゃあいらんやつはしまうぜ。オッケー。で、衣装部屋に置けばよいとの話なんだが、武器と衣装の部屋を初めて作った。皆の者、武器を取れ。魔物たちに立ち向かうのだ。おお、ありがとう。僕たちのために武器庫を作ってくれたんだね。これで僕たちも今までより強い武器を持って魔物たちと戦えるはずだ。それにしても、かつてのメルキドの兵士たちはどうしてメルキドの町を守りきれなかったんだろう。メルキドには巨大なゴーレムが守り神としてついていたって話だろう。メルキドには硬い城壁もあったはずだし、外からの攻撃には十分耐えられたはずだ。竜王軍の攻撃っていうのはそこまで激しいものだったのかな。それとも魔物は城壁の中に。おっと、話が逸れてしまったな。ありがとうミヒト、とにかく助かったよ。薬草を手に入れた。そろそろ傷薬から薬草とかに変えていきたい頃ですな。で、日が暮れてきたのかな。日は暮れてないか、まだ大丈夫か。薬草はまだ使わないからな。間違えた。傷薬まだ使えます。薬草を入れるつもりだったんです。
そろそろ見に行ってみるか。飯なんか作ってくれてるかい？いっぱいあるね。焼ききのこありがとう。キメラの翼も傷薬ももらっとこう。もらっとこうって全部入れてんじゃねえか。何してんだこれ。あーなんか自分でも何やってんだってことやってたわ。よいしょ。恐ろしいな。これどうやって作るんだろうね。いや、座んないよ。あーって、この城壁、レンガにするか。いや、いっか。次のイベントしようかなと思ったけど、結構いい時間なんでね。今回のパートはこれにて終了です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方をよろしくお願いします。次回もまた見ていってください。バイバイ。